のダウンタウンデラックスはイライラ祭り。これも今度そっちの方がイライラするけど。これ可愛いなって言われたことないんですけど。高橋みなみが旦那にイライラ、北村匠海が仕事仲間にイライラ、そしてもうええねん宇垣美里が美女にイライラ。これだ。さらにクロちゃんのクズエピソードに全員イライラマックス。全部キャバクラに使っちゃってる。うわ、最低でしょ。今日本人が来てますよ。整形9000万円男サプライズ登場にスタジオ騒然。すげえはっきり言うやん。9月19日木曜夜10時。